師団の代理団長。君は彼女どんな人物だと思う？僕と同じこと考えているね。真面目、勇敢、優しさにあふれている。僕のある友人と少し似ているんだ。リルックのところに行って仲良くしておくのはどう？考えてごらんよ。彼の家には秘蔵のお酒がたくさんあるんだよ。あれ？なんでお酒を飲みたがらないの？そのちょっと香りを嗅ぐだけなら、香りだけ、香りを嗅ぐだけなら君も大丈夫だよ。歌の上手な牧師の少女を知ってる？え？アイドル？握手会？単独ライブ？ああ、そうなんだ。音楽って、やっぱり奥が深いね。あの翻弄寮の白髪の少年は？へえ、そうなんだ。狼に育てられたのか。道理で彼の匂いを懐かしく感じるわけだ。あの占星術師のことかい？そうだね。占いも僕の歌と同じで酒代すら稼げないほど役立たない技術だね。星占いは伝統文化だから役立たずじゃないって？失礼だよ。それなら歌だって役立つよ。キャッツテールの人気特製カクテルでも、くしゃみが。僕の代わりにもらってきてくれないかい？感謝するよ。約束だよ。国土と白亜、宇宙と地層、無垢なる土から原初の人間を作る。こんなあまりにも行き過ぎた能力は感化できないよね。もし危険な古の技術が城内で暴走でもしたら、まあいっか。モンドの問題はモンドの人に解決してもらおう。あのじいさんに会ったのかい？彼は元気だった？あ、勝利という名前の一般人になってた。あの頑固頭からしたらこれは大きな変化だろうね。僕と一緒に彼に会いに行こうよ。この風たちの地に埋められた酒も持ってさ。そうだ、彼はまだ強いのかい？力はあとどれくらい残ってる？僕が会いに行ったら吹き飛ばされたりしないよね？